じゃあこんにちは、豊さん。お岡田監督の一問一答復活です。これは拍手だ。本当です。もうこの動画で去年あれだけお世話になったので、まあ、そうだな、はい、擦らずにはいられない、いられない。一問一答、まあね、今シーズンいろいろありまして、岡田監督切れちゃうな。そうです。岡田監督は何か言ってるかもしれないです、ね、そうだな。そう、テレビで の, その、ね、勝利監督インタビューだったりとかそういうのあったんですけど、各方ペンでの一問一答が全くちょっとシャットアウト状態だったのが良かったですね、復活して。ヘッドコーチの平田も本当ホッとしてると思うよ。そうですよ、やっと良かった。もう気使ってるからな。だ、岡田監督の一問一答があるかないかでやっぱり関西のスポーツ紙の売れ行きも全く違うっていうので、まあそりゃそうだろう、はい、死活問題にもなってたそうなので、もう死活問題にまではなんないよ。ないですか。そんな大げさが、まあでもそのぐらい影響力があるという、はい、プラスアルファやっぱりね、ファンも一問一答っていうのをやっぱり聞きたかった、見たかったので、まあ、そりゃそうだ。ようやくです、はい、一問一答。これはですね、DeNA と阪神戦引き分けた23日の試合での一問一答なんですけれども、はい、まあ、この日は、村上投手が8回1失点と、まあ、好投したと、うん、でリリーフ陣も横浜は7人つぎ込んでたのに対して阪神は4人という、はい、でドローで、まあ、岡田監督引き分けた瞬間非常に笑顔だったという時の一問一答になりますけれども、はい、まず記者さんが終盤しのいでしのいででしたねというところで、うん、なあ村上に勝ちつけたかったけどなんかジャクソン合わんな、うん、強制もそうやったけど刺されるんやろうな、タイミングがずれているのかというところで、ジャクソンの荒れ具合も嫌な感じでしたかと、高めのな、ストライクの見極めやけどな、刺されてるみたいな感じでなというところで、やっぱりそのジャクソンとやっぱり合わないと。まあそうだな、ちょっと見てたらジャクソンって結構制球が荒れる時あるんだよね、うん、はい、そのボール球に対してちょっと追っかけてた風があったからね、阪神打線が、はい、だからまあその荒れ球ってね、やっぱり打者としたら一番打ちにくいんだよ。予想がつかないっていうことですでね、余計に調子が上がってきて打てると思って、うん、打ちに行ったらボールだったとかさ、うん、まあそのぐらいのその荒れ具合だったんだよね。さらに8回まで村上投手を行かせたのはやっぱり勝たせたかったからですかという問いに対して、いやいやそれはなあ、なんとかあのピッチングしてたからね、後ろもあんまり使ってなかったからな、リリーフ陣もみんないたんやけどな、もう1イニングでもしも点を取ったら勝ち投手やったから、あそこまでの110球くらい行ってたから、あそこはまあしゃあないなということで、やっぱりどうしても勝ちをつけたて、まあ親心だな、うん、村上も良かったし、はい、で変えるタイミングもそんなになかったんだよね。ピンチもそんなにあるわけじゃないし、はい、それと打順の巡り合わせで村上のところでチャンスっていうこともあんまりなかったし、はい、だからそういう面ではやっぱ勝ち投手はつけてやりたいなっていう親心は俺も、あ、引っ張るなと思いながら、はい、そう感じてた。そうですね、それは危なげないしな。そうですよね、うん、プラス山本選手に対しての敬遠のバッテリー判断かということに関しては、はい、そやそや、おん山本がややったんやろ、前回も強されて打たれてるからな、あれなということで、あそこはもうベンチの指示というよりバッテリー判断だったと、まあ、勇気のある決断だったけどね、まあ、だけど抑えればもう成功ということだから。そうですよね、見事にはまったということで、うん、あとはやっぱり中継ぎも、まあ、4人、後ろも含めて使いましたけれども、中継ぎも踏ん張りましたねという問いに関してまあまあそれはもうあれや、向こうも左ばっかりやからな、代打もなということで、今日は左ピッチャーを行くしかないと思ってたけど、ここ何日か投げてないピッチャーも多かったから、誰でも送り出せる状態やったからということで、うん、まあ、向こうももう左しかいないっていうことが分かってた上でのっていう、まあ、それと、はい、やっぱり2連戦だっていうことも頭に入ってるな。だから使えるしっていう、使えるし、うん、まあ、左限定でいくっていうね、うん、でも結果的にはその阪神は後ろを4枚で済んだのに対して横浜7人投入、まあ、ジャクソンがね、うん、ジャクソンを早く変えた関係上ね、はい、まあ、そうなったんだけどもね、うん、ただジャクソン変えればよかったんだけど、はい、ジャクソンまでの手前でバッター終わっちゃって、うん、そうジャクソンももう1イニング行くようになっちゃったんだよ。巡り合わせですね。 その時に失点をするんだけどもね、はい、まあ、ジャクソンのせいでもないけどさ、
あと6回のあの同点、中野も森下もボールの見極めができていましたよねという記者の問いに対して、そうやな、なかなかな、最初もヒット出てるけどラッキーヒットばっかりやからな、初回でもなかなか芯で捉える打球はなかなか浅なかったやろ、なんかちょっと合わんのやろうな、ジャクソンのということで、まあやっぱりまあね、出たけれどもやっぱジャクソンにちょっと狂わされてた部分、まあまあそうだね、というところですよね、うん、あと9回の木浪選手の守備に関して、おーな、ああいう変な当たりが一番嫌なんや、ランナーサードやしな、内野安打でも終わりやしな、あれはナイスプレーやと思う。いやいや、あれはね、はい、やっぱあの心理的に考えると、はい、ものすごい嫌な打球だよ。嫌なんですね。嫌だよ。でね、取ったところがハーフバウンドなんだよ。わ、やだ。あれね、人工芝だから良かったな。土だと怖いよ。ね、あ、だからあれはやっぱこうキャッチングも見事だったし、スローイングも見事だったな、はい、あれは大きかったですね。あれは大きいよ、うん、でまあね、あの引き分けで終わりましたが、守りきったという試合でしたかねという問いに対して、そうや、だから前のヒット出えへん時のような状態やんか、でもやっぱり負けへんかったというのが大きいわ。まあそりゃそうだな、うん、まあね、これまでのずっとこう何試合かは打てて勝ててた、だけれどもこの横浜の試合に関してはこう同点でその前の状態に戻ったけれども、やっぱ負けなかったのが、まあ、そうそうだな、うん、まあ、ああいうゲームで、まあ、言えばポロッとエラーが出たりとかして、うんうん、それが失点の引き金になったりだとかね、はい、して負けゲームになるっていうことはあったけども、まあ、だけどピシッと締めてね、木浪のいいプレーがあったりだとか、うん、まあ、そういうところで締まったゲームができた、これはあの指揮官とすれば一番やっぱこうホッとするというか、はい、まあまあ勝てんかったけどみんなよく頑張ったなっていうようなことは言えるよね。そうですよね、うん、で記者が最後に、引き分けが後々効いてきますよねというふうに尋ねたところ、まあそうやな、どっちか言うたらあれやな、守って守っての引き分けの方が多いからな、うち打ち合いじゃないからな、しのいでしのいでの引き分けやから、まあそれはやっぱりピッチャー陣の頑張りや、引き分けいうことはブルペン陣の頑張りやからな、また感覚空くしな、後ろもどんどんつぎ込めるしな、雨で分からへんけどな、まあ負けなくてよかった、ええわ、引き分けで負けへんのが一番ええわ、まあそりゃそうだな、ということで、まあ点を取り合ってのドローではなく、守りきってロースコアでのっていうのはやっぱりピッチャー陣、ブルペン陣の頑張りだっていうふうに岡田監督は、まあ、ブルペン陣はね、うん、ある程度そのピンチを迎えてたけども、はい、やっぱその都度安藤コーチが行って、うん、しっかり的確な指示は出てるんだろうな、うん、で乗り切っていったけどね、はい、まあ、坂本のねセカンドを刺したプレーだとかも、はい、いろいろあったし、ね、うん、まあ、本当にいいプレーがあっての引き分けだからね、うん、でブルペン陣もその一打サヨナラっていう場面もね、はい、作りながらも、うん、そこをしのいでいくという、うん、やっぱ強さを感じるような、そうですね、あのね、中継ぎ陣のやっぱこう一つ一つの積み上げてきた自信っていうものがすごく感じ取れたゲームだったな、あの横浜でのドローの試合、そう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 、うん、だから、まあ、横浜も必死に攻撃を仕掛けてきてるんだろうけども、まあ、それ以上にやっぱこう阪神のリリーフ陣の自信というか気持ちの強さ、はい、まあ、そういうものを感じたゲームだったな、うん、あとあの横浜はチャンスで終盤にやっぱり渡来選手に2回最後も回ってきて、でもあそこはやっぱりバッテリーがしっかり抑えてっていうところでしたよね、うん、そこ、まあ、渡来の弱点っていうのはもうみんな各球団掴んでるよね、うん、だからまあ攻め方一緒なんだけど、うん、それを打開できないというかね、まだ、はい、だからそこを超えていかないと、うん、やっぱ打率っていうのは上がってこないとは思うけどね、うんうん、まあ苦しんでるな、ちょっとな、そうですね、はい、ただね、本当にピシャッとブルペン陣が抑えて、やっぱりこう引き分け、もぎ取った引き分けというか勝ちに等しいというか、そういう感覚なんでしょうかね、まあまあそうだろうな、うん、やっぱ一番は負けないっていうことが、まあ、勝つことに越したことはないよ、うん、まあ、だけど延長12回で引き分けるっていうのはさ、ビジターの場合はあよく頑張れたなっていうふうに思うよ、はい、それは圧倒的に後半になってくると高校が得になってくるからな、うん、精神的には、はい、だから、まあ、そこら辺で、まあ、引き分けで逃げ切れたっていうのがさ、うん、それはやっぱり良かったんだろうな、そうですね、あと、まあ、感覚も空くという
ということで9連戦のチームも巨人いるんですけれども、あとはちょっとね中1日空いたりとかっていうことで間隔が空くということもおっしゃってるので、やっぱ後ろもどんどん突っ込めたっていうのも良かったっていうことも話されてるのが、やっぱりそこら辺も、まあまあそれはさ、うん、もういや突っ込むにはやっぱこう岡田監督も計算してるよな。あそうね、次の日雨かなとか、はいはい、そうですね、どっちみちこれ2連戦だからみたいな、うんうん、で1日空くしみたいな、はい、まあそういったことはもう計算の上でやってるよね。そうですね。だからまあ DeNA の方も7人つぎ込んだって言ってもさ、うん、まあだけど、まあ、金曜日は移動に当てられるというね、うん、休みがあるから、はい、まあ、そこら辺の計算はあるよね。そうですね。まあみんな計算しながら戦ってるからね。確かにそうですね、うん、いやでも本当にこの横浜戦でのこのドローというのはここまでこう苦しかった戦いの2得点の呪縛から解き放たれないロースコアでっていうところの経験も十分に生きてきてるなっていうなんか感じました。まあまあそうだな、うん、まあ、でもやっぱり昨年日本シリーズを勝ち切ってね、うん、日本一になったという自信の裏付けでもあるよな。そっかそっか、そうですね、うん、だからまあ、そこを DeNA が超えていくっていうのは、うん、やっぱりよっぽどこう辛抱しながら勝負をかけていかないと、はい、なかなかその牙城が崩れていかないということで、そうですよね、うん、だからあの阪神を倒すにはやっぱりその一辺倒の戦い方だとなかなか難しいよ。いやそれは難しいよな、うん、だからそういうチームに、まあ、阪神はまた変わってきたということだよね、うん、開幕当初の阪神とはもう全く違う阪神がもういるということ、うんうん、そうですね。いやでもね、岡田監督のこの一問一答も復活しましたし、はい、ね、今年もねこの岡田監督一問一答この動画でもどんどんね取り上げていきましょう。いやいやっていうのがなかったな。あんまりな。あんまりないんですよ。否定できない。素直だったね。そうなんで、もしかしたら記者さんは省いてるかもしれませんよ。ああそう。もしかしてまた揉めちゃうとね大変なので。そんなに揉めんわ。はい。